です。今日はですね、2017年の1月のこれは11日ですね。111ですね。まあ、ここ数日ね、非常にこう冷え込みが、ね、厳しくなってきて、まあ、これが本来の寒さなんだと思うんですけれども、まあ、これが普通というのは普通で、今までがちょっと暖かすぎたということで、まあ、これが普通の天候だと思うんですけれども、まあ、ちょっとね、こう風邪とかインフルエンザとかノロウイルスとか、まあ、流行ってきてますので、そういったものも気をつけながらね、やっていきたいなというふうに思っています。で、先ほど休憩させてもらっている時に本を読んでたんですけど、瀬戸内寂聴さんですか、瀬戸内寂聴さんですか、瀬戸内あの寂聴というか、寂聴さん、ちょっと違ってたら、申し訳ないんですけども、その方が書かれた樋口一葉の、話というか伝記みたいなタイトルがね、ちょっと忘れましたけど、樋口一葉について書かれた、ね、本で、まあ、これ僕自身は結構好きで、何回かもう3回か4回目ぐらい読み返しているところなんですけど、まあ、樋口一葉って非常に個人的には気になっている人物 で、まあ、そのきっかけはその瀬戸内寂聴さんの、その樋口一葉の小説というか評伝というのが、それを読んでからなんですよね。で、何のきっかけで樋口一葉に、興味を持ったのかっていうのはちょっと覚えてないんですけれども、で、その興味を持ってる時にちょうど長女がね、生まれた時期ぐらいだったと思うんですよね。生まれたか、まあ、3、4歳だったか、まだ小さい頃で、で、その時に、樋口一葉の、生まれっていうのが、まあ、旧暦で言うと確か3月の何日かだったと思うんですけども、それを新暦で直すと5月2日なんですね。樋口一葉の誕生日が新暦では5月2日、で、これがなんとね、うちの娘、長女の誕生日と一緒なんですよ、5月2日。で、あ、すごいなと、偶然の一致なんですけど、ちょうど僕自身が樋口一葉に興味を持ってて、すごくなんかその樋口一葉関連の本とか読んでた時期だったので、すごい嬉しいものがあって、ね、その偶然の一致に、まあ、言ってみれば365分の1の確率ですよね。めったにそんなことないなということで、あ、これはなんか縁があるのかなということで嬉しかった覚えがありますね。で、まあ、樋口一葉の原文って本当に古典なんていうんでしょう、古文で書かれてる文字が、まあ、大体翻訳の小説が出てるんですよね。で、その小説も実はあんまり僕読んだことないですよ。好きだと言いながらあんまり読んだことなくて、まともに多分読んだことないような小説ですよ。ニゴリエとか竹比べとか、まあ、あったんですけど、あれまともにこう読んだことってないような気がするんですよね。でもなんかすごく人物的に惹かれるものがあって、まあ、20代前半ぐらいですか、でもう亡くなっているということで、まあ、小説もそんなに数を残してるわけじゃないんですけども、まあ、その小説がすごく評価されているということで、非常にこう貧しい中で苦労しながらね、生き抜いて、まあ、24歳ぐらいだったと思うんですけども、最後は、結核で亡くなったという方なんですけれども、まあ、今五千冊のね、五千冊のお札の顔になってますよね。で、まあ、なぜそんなに惹かれるのかってちょっとよくわかんないんですけども、ただ、樋口一葉が書いてた日記っていうのがあって、それが結構その分量があるんですよね。で、それも訳文っていうのが出てて、樋口一葉の日記の、まあ、現代語訳ですよね。それが出てて、まあ、それも2000いくらで結構いい値段してる本が出てて、それを僕も買って読ませていただいたんですけど、まあ、そうするとやっぱり樋口一葉のその日頃の日常の雑感みたいなのが書かれてて、またこう
それでね引きつけられるものがあって、まあ、その日記っていうのもかなり膨大な量なんですよね。むしろ小説よりも多いんじゃないかっていうぐらい残ってて、でその中で、まあ、一番僕自身がやっぱ惹かれたっていうのは、そのいつもまあ結婚はしてないんですけれども、その樋口一葉が憧れた人っていうのは、いて、でそれが半井伊藤水っていう人なんですけども、人物なんですけども、まあ、その人物との、まあ、やり取りっていうのもね惹かれるものがあるんですよね。まあ、それが、恋とかその恋愛にまで発展はしたような様子っていうのはないんですけれども、でも半井伊藤水の名前っていうのが樋口一葉の日記の中に、結構出てくる。で、まあ、一応は多分聞かれてるのがあったと思うんですけども、まあ、そういうやり取りが書かれていたりするわけですよね。だから、まあ、そこら辺が面白いというのか謎というのかで、まあ、その瀬戸内寂聴さんですかは、その半井伊藤水と樋口一葉がね、まあ、関係があったんじゃないかと、恋愛関係があったんじゃないかっていう推測をされてるんですよね。まあ、それはそれで一つ面白い視点だなと思うんですけど、まあ、実際はどうだったかわからないですよね。もう本当にプラトニックな関係だったのかもしれないし、まあ、多分そういう可能性も、あるかなり五分五分じゃないかなと思うんですけども、まあ、一般的にはね、そういう恋愛関係ではなかったっていうふうに言われてますよね。まあ、実際どうだったかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあ、そういう半井伊藤水との関係とか、まあ、樋口一葉の人物像ですよね。小説に興味があるというよりは、樋口一葉の生き様に、個人的にはね惹かれるものがある、興味があるというのがあって、一時期樋口一葉関連の本っていうのを結構買いましたね。で、まあ、家にもあるんですけれども、小説もまたねちゃんと読まないといけないなっていうところなんですけど、まあ、今瀬戸内寂聴さんのその樋口一葉の本を読んで、いて、あ、かなり何年前でしょうね、 4,5 年前ぐらいに、一時どっぷりハマって、いろいろと読んでたなっていうのを思い出しながら読み返していました今。ということで、まあ、樋口一葉というね、人物、まあ、これからもねちょっと樋口一葉の日記とかは、読み返していきたいなっていうふうに思っています。はい、ということで今回はね以上になります。ありがとうございます。